ロバート・オブライエンはアメリカ合衆国の政治家、外交官。2012年の大統領選挙では共和党候補だったミッド・ロムニーの外交政策顧問を務めた。2016年に出版した著書ではバラク・オバマ前大統領が進めたい乱獲合意を強く批判。中華人民共和国への警戒感もあらわにしている。2018年5月、人質問題担当特使に就任。 アメリカ国外で人質になったアメリカ人の解放に向けた外交交渉を担当。トルコで軟禁されていた牧師、アンドリュー・ブランソンの解放に関わったほか、スウェーデンで暴力事件を起こして拘束されていたラッパー、エイス・ップ・ロッキーの帰国交渉などにも当たった。2019年9月18日、ドナルド・トランプ大統領により国家安全保障問題担当大統領補佐官に 指名。指名にあたっては、マイク・ポンペイを国務長官の後押しを得ていた。トランプ政権では4人目の国家、安全保障問題担当大統領補佐官となる。2020年2月5日、ロシアとの間で新戦略兵器削減条約に関する交渉を始めることを表明した。2020年7月28日、2019。 新型コロナウイルスの陽性反応を示していることが明らかなった。この時点でウイルスに感染したトランプ政権関係者としては最高位の人物となった。症状は軽く自宅で勤務を続けていたが2度の検査で陰性となったことから8月4日にホワイトハウスへの復帰が発表された。ありがとうございます。